おはようございます。どうも星野星です。今日はですね、カリフォルニアトリップ、ゴルフトリップ5日目になりますね。昨日ですね、4日目サウスコースをプレイした後に、フェアウェイゴルフさん、サンデーゴのフェアウェイゴルフさんにお客様がね、タイガーウッズモデルのテラメイドの、ね、ウェッジを購入してたんで、まあ、それがね届いてるということで、まあ、組み立ててもらったやつをライ角とかね、ロフトとか調整したやつをピックアップって言って、その後ね、まあ、ずっとアメリカンフード、フュージョン料理みたいのをね、食べてたので、サンデーゴの街で、焼肉屋さんで食事しました。焼肉をね、すごくボリューミーで味も良くて、豆腐チゲなんか2回も頼んじゃったんですけどね、お店の人もすごい気さくで、大繁盛でしたね。僕らが多分お店入ったのが5時前だったんですけど、もうすでに満席に近かったんですけど、本当入れてよかったって感じで、僕らが帰る時にはもう店の外まで並んでました。まあ、アメリカ経済すげえなっていう感じはしましたけれども、昨日はね、まあ、土曜の夜、そっから、まあ、僕ラフォヤに住んでたっていう話を前にしたと思うんですけど、 I-15 走って、そのままぐーっとエスコンディードとか抜けて、テメキュラついてムリエタで、ここはテメキュラムリエタですね。ムリエタの、マリオットに今回泊まっています。まあ部屋はめちゃめちゃ広いんですけれども、昨日夜ついて、お風呂もねあるんで、お風呂入って、もう昨日ね、このアメリカ来てから一番爆睡しました。YouTube とかね、まあ、撮影したりとかそういうのもあったんで、YouTube とかね、編集してアップしたりとかいろいろあったんですけども、昨日全部やめて、寝ました。もう疲れてたんでね、疲れちょっとピークだったんで倒れちゃうんで、で今日から、ベアクリークですね、ベアクリーク、ジャック・ニクラス設計コースのベアクリークを2日間プレイします。実はね、ここね、ニューポートに住んでるね、タロちゃん、慎太郎くんね、石山慎太郎くんがメンバーだった時もあるん で、僕は石山慎太郎くんのね、アパートにこう居候してた時期も 何ヶ月かあるんで、ベアクリーク、実はその頃毎週もプレイさせてもらってました。タロちゃん元気ということで、今日から、ニューポートビーチに行くまで、ベアクリーク2日間滞在して、ゴルフをベアクリークで仕切って、まあ、その模様をね、皆さん後で見ていただく。ベアクリークはね、ジャック・ニクラス設計で、石川プロですね、太平洋ビザで優勝した石川プロが、一昨年かな、USPGA ツアーに再挑戦ということでね、惜しくも QT で敗れたとの会場になったね、まあ、PGA ツアーの QT もやるような、コースです。僕がね、練習させてもらったりとかしてた頃は、まあそうですね、聞いた話だと、伊沢さんとかも練習して、メンバーになって練習してたりとかしたということが、僕はちょっと重なってなかったんですけど、僕の時はね、トム・ファーニス・ジュニアっていう PGA ツアーで、シードも取って優勝したかな、チャンピオンツアーとかにも出てたトム・ファーニス・ジュニアが、メンバーになって練習しましたね。まあ、そんな感じで今日は行ってみたいと思うんですけど、まあ、ちょっと景色の方見ていただきましょう。じゃん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 、まあ、こんな感じですね、プールもあるし、まあこのね、ちょっとインランド山側に来てるんで、山が広がってますね。この間まで海だったんですけど、でいつも持ち歩いてるホームローラーで、まあ、こんな感じでね、ちょっと体を筋膜リリースというかね、ほぐしていきます。でこの後体ちょっと全身ほぐした後、スポーツジム行ってウォーミングアップのトレーニングします。僕もね、来年50歳ですから、まあさすがにね、ウォーミングアップとかね、ちょっとしないと怪我しちゃうんですよね。球打つより、まあ、体が運動できる状態にしてあげるっていうのはすごい大事で、まあゴルフのスコアの方はね、昨日のサウスも73アンダーパーで来てたんですけどね、16、17ボギー打っちゃうし、ちょっとね、ワンオーバーまで行っちゃったんですけど、でその前の日のノースも73かな、まあちょっとね、オーバーパーばっかなんで、そろそろいい感じでベアクリークから回りたいなというふうには思います。それではレッツゴはい、今回ね、滞在しているマリオットのこちらがスポーツジムですね。まあ軽いスポーツジムですけれども、ちゃんとねウェイトあるんで、かなり重いのもありますよね。なので十分トレーニングというかウォーミングアップには十分です。
でね、ちょっと見ていただくと面白いのがこちらですね。少しねカリフォルニアっぽいのはこうやって英語とスパニッシュですね、スペイン語、こういう感じで、書いてあります。これはですね、やっぱり中南米というかメキシコの方も含めてスパニッシュを公用語としてね、まあ普段使っている方は結構いらっしゃるので、やっぱ英語ともスパニッシュがね半々ぐらいのこの辺は、このエリアなんかは感じですね。その辺なんかもいいと思います。それではトレーニングやっていきたいと思います。オー！はい、という感じでね、モーニングルーティーンをやってきました。これはですね、まあ、トーレパイン泊まってた時もジムがついてたので、どん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 ねトレーニングしていくんですけれども、まあ、トレーニング中ね、こうやってウォーターサーバーから、アイスウォーター補給して、どん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 水を飲みながら、やります。やっぱり寝てる間にね水分が体から出ていってしまってますから、まあ、とにかくもう朝、そうですね、まあ、トレーニングしながらもう1リットルぐらい飲むつもりで、まあ、汗も今かいてますけれども、トレーニングのポイントとしてはですね、まあ、あんまり高負荷で筋肉に乳酸が溜まりすぎちゃうようなことはしないんですけれども、まあ、僕の場合だとなるべくインターバル、朝のゴルフの前はインターバルなしでちょっと脈拍が上がって汗が発汗するぐらいハイピッチに少しやっていきます。下半身から始めて上半身ですね、全身をくまなくやります。メニュー数はですね、かなりいろんなメニューをやります。これは目的としては体全身をちょっとね血流を良くして心拍数を上げるために体全身を動かします。まあ、それによってね関節の可動域を広くしたりとか筋肉の柔軟性をちょっとねアップしてあげるっていうのが目的ですね。まあこれはですねダイナミックストレッチっていう考え方で、まあ、静的なね伸ばすゆっくりしたストレッチをしちゃうと腱とか筋肉が伸びすぎてしまってスポーツするのに適さなくなってしまうんですよね。なので、まあ、しっかり体を動かしてあげて血流を良くしながらダイナミックストレッチっていう形で、やります。まあもし参考になればね、皆さんもただ球を打つだけではなく練習場でチュッチュッて伸ばすだけではなくてね、ぜひこういうジムのある環境とかジムがなければ自重でですね少し体の中からこう汗が出てくるぐらいの感じでトレーニングしてそれからゴルフに向かっていただきたいというふうに思います。
まあ、あのこれからねベアクリークの方に移動しますけれども、まだベアクリークプレイ編はね、また別に、皆さんに公開したいと思うので、ぜひね、モーニングルーティーン、このね旅行を機会に皆さんに取り入れていただいたらというふうに思います。今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。